年齢を重ねるにつれて足腰が弱ってきますよね。そんな時こそゼロG体操。ゼロG体操第1、第2はないので集中してやっていこう。まずは精神統一、ナマステ。続きまして膝をゆっくり下ろして、腰を曲げて、腕をちょい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 させて、田植えの運動。暗闇の中からこんばんは。先週草刈りの時に両耳を布団に噛まれた G です。関西では布団ですけど、関東ではブヨっていうんかな。こんばんは。上川町のアジサイの里に来ております。なぜこちらに来たのかというと、先週の動画を見て上川町の M さんが、上川町のインターン近くにアジサイ結構咲いてるよ、じゃあ行こうじゃないか。貴様ということで、暗闇の中からお届けしてます。結構ね、たくさんのアジサイが植えてあるんですけど、ちょっと暗闇の中から怖い。咲いてるのは咲いてるね。ちょっとついでにホタルもね、おったら見たかったんやけど、ちょっと見当たらない。来週半ばぐらいになったら、ぐらーっと、景色が拝めるはずですわ。かなり埋まってるね。なかなか見応えがあるんじゃないかな。まあ多分だいぶもう咲き始めとるから。なんか鹿出てきそう。むっちゃ咲いてますやん。
来週ね土曜日、焼肉対決を行って、その次の週ね、姫路の、浴衣祭りかな、あるのかな、行っちゃうよ。じゃあまた次回の明石ジョイチャンネルもよろしくお願いします。暗闇で申し訳ないけど、またよろしくね。では、小雨で体が冷え切った日どうすればいい？ラーメン食やいいんだよ。では。